ンダフォーオートモーティブです、こちらはですね、販売車両の、911カレラ S ですね。2005年式で、走行距離はですね約 6.7 万キロの車両になっております。落ち着いたですねグレーの色だったんですけれども、当店の方で、レーシングストライプを入れさせてもらってですね、より華やかな見た目に、変貌しました。結構グレーの色の車に入れるストライプっていうのは難しいんですけれども、色合いがこちらの赤をですね、非常に、ベストマッチだったんじゃないかなっていうふうに思っております。ライトの方もほとんど曇りもなくてですね、非常に綺麗です。こちらの方は当店の方で、セラミックコーティングの方ですね、全面に施工済みということで、すでに研磨作業とかですね、の方も進んでおります。こちらが、ポルシェのカレラ S のホイールですね。で、キャリパーの方はですね、レッドキャリパーになってまして、実はこの色からですね、ヒントを得て赤のストライプの方を入れさせていただきました。はい、ちらっとね、見えたんですけれども、こちらのですね、スポイラーの上の部分ですねを、当店の方で赤に、カーラッピングさせてもらいました。こういう風にね、一部分カーラッピングするだけで、非常にですね、華やかな見た目になるので、こちらはおすすめのポイントです。でこちらが、スポイラーですね、車内で、上下させることができます。こちらのモデルですね、リアの方にもワイパーがついてまして、雨の日にね、後ろが見づらいとかそういったことがなくなるので非常にいいんじゃないかなというふうに思います。全体的に見て、軽いですね、飛び石とかはですねやはりあるんですけれども、年式の割には非常に綺麗な、車体であると思っております。本当にね、絶妙な色のグレーで、見た感じね、大人っぽい印象を与える車両になってます。結構走行距離をね気にされる方も多いんですけれども、車っていうのは20万キロ30万キロ走るので、ある程度ね整備された車の方が調子のいい場合もあるので、あまり気にしなくていいんじゃないかなというふうに思います。あくまで現状を見るということが大事ですね。じゃあね、早速中の、様子を、見ていきたいと思います。内装上でもですね、比較的年式の割に綺麗です。レザー状態もですね良くて、破け等は見当たりません。こちらですね、レザークリーニング、してからですねお渡しとなります。じゃあ後ろ見ていきましょう。リアサイド、リアシートね、911の場合ほとんど座る方いらっしゃらないので、ここもね、中古車とかなり綺麗なものが多いですね。はい、こちらですね、ティプトロニック S ですねが装備されてますんで、手元の方で、変速が可能になってます。じゃあね、早速エンジンの方をつけてですね、ディスプレイの方を見ていきましょう。走行距離がですね、多少伸びる可能性があります。というのも状態維持のためにですね少し走らす場合もありますんで、そこだけご了承ください。ナビの方はですねカロッツェリアがついております。はい、ボタン周りもですね、非常に綺麗ですね。でこちらがリアのスポイラーですね、上下で、こちらスポーツモードになってますね。スポーツクロノパッケージです。スポーツボタンをですね押すと、スポーツモードに切り替わるというものになってます。こちらね、人気のオプションになりますね。スポーツクロノパッケージですね。で、ハンドルですね、手元に、ミッションモードの切り替えがついてますね。プラスマイナスですね。
PDK とね、ティプトロニックってよく比べられがちなんですけれども、行動でね、ティプトロニックで不具合を感じるっていうのは、まあ、ないですね。かなりスムーズになってます。こちらが、ライトのオンオフですね。でこちらが、クロノメーターですね。スポーツクロノパッケージについてくる、なんていうんですかね、ストップウォッチみたいなもんですね。まあ、これはかなり人気のオプションになってます。で手元で、すべて操作ができます。まあ、ストップウォッチを押してもらって、で、計測スタートですね。するとこうタイムがね増えていくんですけど、これが、クロノメーターの方に、こう動いていきますね。でね、こちらのあのレバーで、計測スタート中止っていうのどちらもできますね。で、リセットを押してもらう。タイムをね、途中で止めると、クロノメーターの方のタイムも、止まったままになります。で、内張りですね。内張りも非常に綺麗です。破れなどは、見当たりません。まあ、助手席もね、まあ、比較的綺麗な車両が多いんですけれども、まあ、こちらの車両も、年式の割には非常に綺麗です。こちらが、ドリンクホルダーですね。まあ、ポルシェのね、ドリンクホルダーはね、少し不評なんですけれども、まあ、壊れたらね、まあ、交換っていうような形になるんですけども、こちらの方は、問題なく使用できております。はい、まあ、ドリンクホルダーはね、2つついてます。これがね、根元からね、まあ、割れてしまったりとか、いうのが、まあ、ちょこちょこ不具合としてはあるかなというぐらいですね。で、こちらがシガーソケットですね。まあ、開閉式になっています。まあ、小物入れですね。まあ、意外とね、ちっちゃいんでね、余り物は入らないですね。こちらは iPod のね、接続端子が入ってますね。シフトレバーもね、非常に握りやすくて、いいデザインになってます。ドライブとでね、こっちで、ね、マニュアルモードにも、切り替えが可能です。シートなんですけれども、パワーシートで電動でね、動いてくれるんで、楽ですね。動作の方も今のところ全く問題がありません。はい、それではですね、一通りね、説明の方をさせてもらいましたけれども、こちらの車両ですね、グーネットカーセンサーどちらの方にも掲載しておりますので、まあ、しっかりとね、現物確認はいつでも歓迎しますので、見ていただいて、それで、決めていただけたらと思います。それではですね、最後に、カーラッピングの様子をご覧ください。